ルルーシュ役、福山潤さん、朱雀役、櫻井孝宏さん、車両役、村瀬歩さん、そして監督の谷口剛朗監督です。えー、皆様、ご来場いただき、そして見ていただき、誠にありがとうございます、えー、ルルーシュ役の福山潤です。 えーと多分あの皆さん、これ、みんなが登壇した時に、あれ、あいつら、なんでこんなあのボトル持ってるんだろうと、多分疑問に思われたと思います、これ、僕らがですね、大変緊張するということで、あのちょっとスタッフの方々、気を利かせてお水を持たせていただきまして、そして初日を迎えたということで、ここで一回、ですねえ、乾杯をさせていただければと思います、えちなみにこちらですね、あの売店の方で売っておりますあのコードギャス復活のルールし特製のです、ね、クリアボトルでございます、え本編の緊張感と裏腹に、大変緩いキャラクターが書いておりませんもしお帰りの際にお立ち寄りいただければと思います。はい ということを含めまして、はい、えとこれは決して宣伝ではございませんついででございますこうやってちょっと緊張感を少し緩めさせていただければと思います、ね、そしてで,ですねえー、と初日を無事迎えられたということで、はい、えと従来のファンの方にはお馴染みのあの挨拶でいきたいと思います、えー、皆様ご賞和いただければ幸いですえー、初日を祝しまして乾杯オールハイルブリターニアオールハイルブリターニアーありがとうございますありがとうございますで、お貸してください。はい 失礼しましまたえと本来ならば初日はもっと厳かにやるべきなのですがちょっと我々もなり分気持ちとそして熱量とそして迎えられた緊張感のもとにこのような形にさせていただきました、えー、でも今、ひとえに皆さんにまず見ていただけたということで本当にえ感無量でございいまますす皆さん本日はよろししくお願いいたしますありがとうございます。 続きまして桜井さんお願いいたします。えー、皆様、えー、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。クルルギス役櫻井タカルです、えー。福山君が全部言ってくれたので次に回したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは村瀬さんお願いします。はい。車、え、両、ー、役の村瀬 M です。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。あのー、正直結構ブルってます。<laughs> なんかこのコードギアスの あの作品に関われたんだなということを実感しつつ今日はあの楽しく話せたらいいなというふうに思いますよろしくお願いいたしますありがとうございますそして、えー、谷口監督お願いいたします、えー、とにもかくにも先ほどの話もありましたけれどもあの史上最強寒波が迫ってきているところで、えー、わざわざ足を運んでいただいて本当にありがとうございます、えー、監督の谷口五郎です今日はよろしくお願いいたしますありがとうございます はい、そうですね。本当に、あのー、この「コード・ギアス」という作品に関わってもう12年が、えー、経ちましてそ,のそして、まなり皆さん見ていただいてこのように「ルルーシュ」という、えー、人物の物語に。えー どう言葉難しいですねピリオドって言っても変ですしねけじめみたいなしてるんです,けどけですよねして一つのこういった形になりましたという、あのー、これはもう本当にキャラクターを演じさせていただく人間にとってはもうこれ以上のない幸せな時間を過ごさせていただいてそして何よりこういった形でまた皆様に復活というものを、えー、とお届けすることができたというのは本当になんかこう今までの自分の中の、えー、と 声優としてのキャリアの中でもどのように言葉に表していいのかがわからないようなそんな気持ちでいっぱいです、何よりも実際、我々も収録してこの見ていただいて完成も自分で見てあの大変面白いフィルムになっているというところが何よりの,このコードギアスというもののえと一つの表れではないのかなと思っておりります本当にありがとうございます、はいはい、もうとにかく福山君の名前が全然出ない状態であのプロモーションが。そうですね <laughs>、ええ 進んでいいくというこの徹底ぶりがやはりコードギアスだななんて思いながらえニヤニヤしていたのですが <laughs> あのやっぱりこの作品はもう全然パワーが目減りしていなくてですねえその復活と目打ってもえどんな話になるんだろうかなんていうリアクションを頂い,いていてまた皆さんを えー、巻き込むような形で、えー、コードギアスの世界に浸れたことが、えー、僕は嬉しかったですあのー、もうルルー賞タコ殴りにできたので <laughs>、ええ、もう爽快な気分で味でしに残る360度回りながらの <laughs>、ええ、あのこだわりに僕は身震 <laughs>、はいしました皆さんにも味わえていただけて本当に嬉しいです <laughs> ありがとうございます僕、まあ、あの普段声優やってるんですけど <laughs> そ <laughs> <laughs> それはううでしょうね僕らもだよそうなんですけどあの普段なんだろう,こう自分が関わる作品以外をなかなか新しく見るっていうことがなくてというのもやっぱオーディションに落ちるのがすごく悔しいのでもう関わあの落ちた作品は絶対に見ないという, <laughs> なんかもうそのぐらいのスタンスでいるんですけどコードギアスは僕が高校生だった時にあのやっていた作品で,で当時もずっと見ててであの深夜にやってたので最初あの一期の時は親に隠れて。 自分の部屋でこうちっちゃいこうテレビを買ってそれでコードギアスずっとこう見ててそうすごい好きな作品だったので関われたことがすごく嬉しいというのとあとやっぱりなんだろう,こう本当にルルーシュやスザク「ああカレン C2」とかとなんかこう一緒の場にいるんだっていうのがすごく不思議な感じで。 もう収録中も収録中やっぱ集中してるんですけど終わった後もずっといまだに本当のことなのかなっていうのをなんか疑い続けちゃう自分がいるぐらい,はい幸せな時間でしたね、はい、いやありがたいなと思います、僕も一ギアスファンとしてなんかこう完成したものをね見させていただいたんですけど、まあ面白いなと思ってもうずっとテンションが上がってもう普通に自分でも劇場に行って <laughs> なんかこう大迫力のまま見たいなっていう感じで思っております。はい